末浄水場上製水上門松浄水場は石川県金沢市松町にある浄水場。金沢市企業局が所有、管理を行っている。1930年に開設し、1932年に完成した金沢市営の浄水場で観測の過方式を採用した施設である。西川中流部の金沢市寺津町を源とする寺津用水が水源となっている。 ロカチなどの開設当初の設備が現在でも使用されており、1985年5月27日に近代水道100選に選ばれ、2001年8月28日に沈殿地、ロカチなどが登録有形文化財に登録されている。また、浄水場内には1932年に設けられた庭園があり、前提には潜水や噴水施設などから構成されている。 開設当初の近代的な増援技術を取り入れており、これが芸術上の価値が高いものとして、2010年2月22日に水道施設としては初めて名称の指定を受けた。金沢市の上水道は1919 19年に計画が上がったものの、市議会での反対意見もあり、1927年に市議会での承認を得て着手することとなった。 翌年、末地内での用地買収を経て着工し、4年後の1932年に施設が完成する。開設当初は日量1万9500立方メートルの浄水能力であったが、金沢市の人口増加に合わせて、これまで5回の拡張工事を実施。2011年現在は日量10万5000立方メートルの浄水能力を有している。また、 1971年に第三次拡張工事が終了してからは、急速ろ過方式も採用している。いずれも完成当時のもの。名称になっている末ョ水上園地吸着水。井上屋は2016年11月29日付、登録。その他の物件は2001年8月28日付、登録。ありがとうございます。